クロックは2019年のアメリカ合衆国のクライムホラー映画。監督はアダム・ランドール、出演はヘレン・ハント、ジョン・テニー、ジュダ・ルイスなど。アメリカのとある街で連続して発生した少年の失踪事件や事件を捜査する刑事の自宅で続出する奇妙な出来事などを先の読めない重層的なストーリーと途中でムードが転調するひねった構成で描いたスリラー映画。 グレッグ・ハーパー刑事は10歳の男児が誘拐された事件の捜査を指揮することになった。現場で見つかった証拠から、今回の誘拐事件は過去に発生した一連の誘拐事件と密接なつながりを有している可能性が浮上したが、それらの事件の犯人は何年も前に逮捕されていた。捜査が混迷を極める中、グレッグは妻の不倫問題にも頭を悩まされていた。 一人息子のコナーは、グレッグ以上に怒っており、それが問題を一層ややこしくしていた。それからほどなくして、グレッグの自宅で不可解な現象が発生するようになった。しかも、それが原因で、ジャッキーの不倫相手、トッドが謎の死を遂げてしまった。ジャッキーは、トッドを殺害したのはコナーに違いないと思い込んだが、事件の真相はもっと恐ろしいものであった。 カッコ内は日本語吹き替え声優。2017年6月7日、ヘレン・ハントが本作に出演することになったと報じられた。2018年5月10日、ジョン・テニーの起用が発表された。同月、本作の主要撮影がオハイオ州クリーブランドで始まった。2020年10月30日、本作のサウンドトラックが発売された。2018年5月14日、 本作の劇中写真が初めて公開された。2019年3月11日、本作はサウスバイサウスウェストでプレミア上映された。5月14日、サバンフィルムズが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。10月22日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は批評家から好意的に評価されている。 映画批評集積サイトの6点トマト図には40件のレビューがあり、批評家支持率は78%、平均点は10点満点で6.4点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、フロックのストーリーはゆっくりと展開され、その過程で複数のひねりが加えられているが、それらのすべてを上手に吐けているとは言えない。恐怖とサスペンスを見事にさせており、 出演者の実力も申し分ない。そのおかげで鑑賞する価値のある作品に仕上がった。となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、過重平均値は65、100となっている。ありがとうございます。